うん。全然知ってても柔らかいね。あ、焼きそば作っとるねこれ。焼きそば作っとるね。豚肉とホタテも入っとるね。豚肉も入っとるね。豚肉少ないで。キャベツおかんに来てくれた。こんなでっかいわこれ。一個一個がこれ。ちっちゃくなるで。そんな美味しいの。キャベツの食感が。ああ、ほんましなってきた。まあちょっと後ろ散らかってるけど、たまには自分で焼きそば作ろういう話ですよ。ああ、まあこんな簡単な袋麺があるから、ああ、ソースまでついてるでこれ。うん、マルちゃん、マルちゃん。しなってきたな。うん。特に作り方とかは読んでないのよ。チラッと見たけど、缶やで缶、缶。おお、だいぶ炒まってきたねこれ。ちょっと胡椒も入れようかな。目分量やれ。これもシーフードとか火通ってるよ。もう火通ったら通ってるやろ。そういう、うん、あ、なんかええ感じになってきた。うん、そば入れてソース入れたら、そうそうそう、炒めすぎるぐらいキャベツしないかな。はい、袋麺。はい、一つ。ちょっと麺に水かけたら離れやすいか。ここにちょっと水つぼ。あ、それあれ。全然余裕を取ってたの。え、いい、それ水でええねんと。水でええねん。ちょっと水で。え、あの、90ミリぐらい。100円。野菜入れたから90ぐらいでいいと思う。こんな一回入れんでいいと思う。うん、そう、こんなに、これぐらいで。ちょっと下すぎるので、麺が離れるで。おかんに混ぜるやつちょうだい入れたら、こんなん持ってきたこれ。食用の。ああ。これ必殺技や。うん、お、ほぐれてくるな。うん。うん、んで、あの、ゆでそばは切れやすいよね。うん、まあいいわ。これもう味が入るか入らないから問題ない。そういう日本酒するか、うん、もうこれぐらいで、ね、は半端になるから、しっかり。もうだいぶほぐれてきた。うん、こういう感じ。もうほぐれてきたら、最後、ソースと火切れてとか、うん、ずっと強火やで。もっと美味しいんだ。うん、何や、あ、もう一個あるわ。何や、なんか火力弱いな、うちのガスレンジ思ったら中火やった。よっしゃ、粉入れるで、粉。それソースの味やろ。そうそうそう、うまいことできたんだ、これ。マルちゃん、あんたのちっちゃい時からすぐ入れたのに入れてしまうじゃん。なあ、うん、その袋にな、無駄食として作ったらそれめっちゃ、うん、
何個目しか。ああもう。まだ何個目ですか。三個。今野菜少なめになるわけ。結局こうやん。わあ、いやったかったの。行ってみてこのね。やばい、こけた、こけた。そうじゃないかな。全然キャベツとかに入ってるのに見えない。いるよ。何言ってんの？いや、ネギ遅かったからレンジで死ぬとチーズの半分混ぜていくの。野菜取れない。よし、あとはもうひたすら混ぜるだけ。おー、ええ感じ、ええ感じなんだ。あ、ええ感じなってきたな。なんか料理番組も全部ええ最初なんかバルデンバーガーいろんな出てるから出たらええやりたいよ、料理覚えたい。やばいやばいやば。バルデンバーちょっとだけ農業よく話すとかこれみんな自分がやってるのかなって。やってるよ、そうだ、そうだ。よし、火ちょっとする。オイルになってる。なってきたよ、うん。お、なんか、ええやん。ほら、焼きそば。まさかこの。もっとカラカラにしようと思ったら、水分控えめと火ちょっとくった。いや、ええ、俺結構このネチネチ焼きそば知ってる。ああ、そう。ええ感じやん。マヨネーズを卵で包むと、ね、ちょっとネギちょっとふわっと混ぜたら、混ぜる？横辺でちょっとこう寄せて鉄板でこう炒める。いやもう火通してんねや。うん、通してるけど味が通ってる。いや、ネギ投入。もやし入れる人もいるけど、もやしを入れないのベチャっとなるな。水分出るから。好み。うん。余熱でレンジでチンしたネギを入れて、うん、日本韓国いろんなの食べてるネギだ。あと盛り付けや。これ大皿に乗る。これいや半分入れたらいいんだよな。いけそうや。結構多いね。よし、まずやっぱ2枚がいいから大皿に全部出そう。あ、やっぱちょっと焦げた下の方、うん、おお。うまい。ええ感じや。十分に作ってる。ちょっとの火の何秒とか飲んだね。あげたら。すごい。うまったね。これなかなかちゃう見栄え。上手。青のりは入れんかった。あのこれからやんか。これから。ほやら、いざ実食。さあ、できました。見たいでしょ。でで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 でうまそうやんか。あとちょっとおかん映ってもらえないか。ああ、よし、いいぞ、実食、うん、いただきます。食べてるところは皆さん見苦しいかもしれない、あまり映さないんですけど。おお、
最後バチャバチャやったら麺切れた。うん、うん、いろんな具入れたから味薄いかな思ったけど、そうでもないわ。うん、母ちゃんちょっと座って食べて感想聞かせて。うん、休日のビッグブランチ美味しいね。うん、休日やからねこの音。うん、うん、なんか缶のドリンクを、ああ、おっと顔映るやんか、うん、お、あ、ちょっとブーやってもらった、あれ聞かせて感想。たくさん食えてんねんな、多かったの残って、ちょっと薄味やソース、うん、なんもねえんじゃん、なんもか、スーパーとかで買って帰るのに美味しいやん、うまいろ、うん、おー焼きそばや、お惣菜、お惣菜のうまいろ、うん、お家で作って、うん、ほんまにこれやったらスーパーで買うより100円余分にもらえるわ。そばする？うん、ガンちゃん焼きそば、ガンちゃん焼きそばやる？うん、何でもできんねんな、これは簡単やん、簡単って、まあ簡単に作るように料理を作ってんのはな、家で作ってもらうの、うん、お好み焼きそばも慣れたら簡単やね、お家で、うん、アングル変えて、うん、これはあのついてたソースでしたね、そうやで、うん、美味しいよ、あー、あ、ごめんなさい、休日のねビッグブランチ最高よ、ソースもちょうどいい感じやな、そうやろ、うん、うん、うん、貝柱入りの焼きそば初めて食べた、上等、ホタテ、これホタテのあれやで、ホタテの赤ちゃん違い、うん、うん、柱だけちゃうで、これ身全部入ったわよ、うん、ほら紐までついてん、これそばやけど、うん、これ紐もついた、たくさん、うん、イカ入れるよりな、あれがな、イカも美味しいけどな、うん、上等や、こっちの方、うん、お、休日の一杯はたまらんな、はあ、ということで岩本焼きそばクッキングチャレンジ成功に終わりました。毎度お気に、あとは堪能します。ありがとうございます。はい。